はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらのニュースを取り上げてみたいと思います。読んでみましょう。森七菜が消えた、同業者も心配、移籍するとしても…ということで、これ2021年1月15日のお昼頃ですね、突然飛び込んできたニュースなんですけれども、じゃあちょっと記事を読んでみましょうか。トースポさんなんですけれども、人気若手女優森七菜19歳の異変に同業者も驚きの声を上げている。森の写真が、所属事務所アーブルのタレント一覧から消え、公式インスタグラムも閉鎖されていることが15日までに判明。ネット上では何があったと話題になっている。森と仕事経験のある映画関係者は、どうしちゃったのと、記者に逆取材。事務所の移籍などでは、まあ普通はね、事前に案内や移籍先について情報が入ってくるというが、今回は何も聞いていないというんですね。まあ別の芸能プロ関係者も、彼女の事務所はちょっと規模が小さく、二人三脚でやってきたはず。大手に移籍するのかな?それでも何の前触れもなく突然消えるっていうのはおかしいと首をかしげる。本誌は所属事務所の代表電話に問い合わせたが、呼び出し音が鳴るだけだったということですね。まあそうなんですよ。これ14日に、この日本ジュエリーベストドレッサー賞っていうね、これ受賞式に出席されてね、で、スピーチもされて、そんなのがね、芸能ニュースで流れたところだったんですけれども、まあまさかのね、移籍ですよね。もう同業者も心配でしょうし、スガッティも心配です。もう森七菜ちゃんといえばね、やっぱりなんと言っても、なんだっけ、スマイルですよね。いつでもスマイルしようねってね、オロナミンCのコマーシャルで、まあ、好感度が良くて、あと、ぜひですね、皆さんに見てもらいたい。特に、受験生のお子さんをお持ちのお父さんお母さんにね、見てもらいたいコマーシャルがあるんですよ。それが、キットカットのコマーシャル。これがね、テレビで見れないんですよ、多分。映画のラストレターっていう映画にね、広瀬すずちゃんの妹役で出演されてるんですけれども、そのね、ラストレターっていう映画とキットカットのタイアップコマーシャルっていうのかな?それね、多分7分ちょっとある VTR なんですけども、そのね、キットカットのコマーシャル、これ泣けるんですよ。森七菜ちゃんがね、受験生役になってるんですね。ぜひですね、皆さんも見てやってください。何 ?YouTube で見れますんでね。あと、スガッティ、ちょっとプチハマったのがですね、森七菜ちゃんが、これも YouTube なんですけれども、小泉今日子さんの、あなたに会えてよかったを歌ってるんですよ。カバーしてんの。さよならさえ上手に言えなかったっていうね、あの歌。で、ほら、オロナミンCのさ、いつでもスマイルしようねのコマーシャルも、バケツひっくり返しちゃうやつね。あれ、見ててもわかるけど、すごいいい歌声なんですよ。こう、透明感のある。だからあれでしょ?天気の子。映画のね。あれの、ほら、歌もやってんだよね、多分ね。あ、ごめんなさい。ちょっと、天気の子見てないからわかんないんだけど、ほら、声優にもね、チャレンジして、確か歌も歌ってましたよね。すごい透き通るようなさ、いい歌声なんですよ。で、ドラマで言ったらやっぱり NHK のエールでしょ?メガネ姿がね、可愛かったですよね。あとは、なんて言っても、昨年ね、大ブームを巻き起こした、あた恋ですか?温めますかってやつですよね。この恋、温めますかですよね。はい。あた恋なんて言われちゃって、おじさん何のことだかわかんなかったんですけども、はい。あのドラマでもね、中村智也くんと熱演を繰り広げて、なかなか良かったじゃないですか。で、あれですよね、来月かな?今月かな?ちょっとごめんなさい。詳しくわかってないんだけど、今度金髪のね、女子高生役かなんかでね、今度ガラッとイメチェンした感じで、ドラマやるんですよ。だから、まあ、まだまだこれ、ね、その金髪ドラマは、今もまだ撮影中だと思うんですよね。そんな最中での、こういった報道ですんで、やっぱり、ね、同業者もそうだし、ドラマのね、スタッフさんもちょっと焦ってるでしょうね。まあ、どうなるんでしょうか。まあ、噂の範疇かもわかんないですけども、なんかちょっと大手のね、音楽プロダクションに移籍するんじゃないかっていうような、噂も囁かれてますけどもね。まあ、この子は本当にデビューがまだ2年ぐらいなんでしょ?多分。高校卒業して大分から東京に出てきたんだから、多分ね、この時点で19歳なんだから、まだ2年足らずですよね。それで、
もうオーディション、受けるオーディションすべてかどうかわかんないけど、もうコマーシャルからドラマから映画から採用されまくってるんですよね。やっぱりこの子のプライベートをすでに知ってるわけじゃないけど、高崎にもね、来てくれたんですよ。その時の、やっぱこの子の天真爛漫さというか、ああいうキャラはやっぱり受けますよね。作ってないっていう感じがして、いいんですね。はい。あ、じゃあ、ま、ちょっと本題に入る前にですね、ちょっとこの森七菜ちゃん、この方、ほら、一文字名字じゃないですか。で、ちょっとね、同じ一文字名字の視聴者の方から、このようなご質問いただきましたので、ちょっと見てみましょうか。こちらです。はい。森ありささんですね。森、名字一緒じゃないですか、森七菜ちゃんとね。お姉ちゃんとかかな、もしかしたらね。森ありささん、ご質問ありがとうございます。一応ね、このコメント欄では回答させていただいてますけれども、まあ今日はね、こういうタイミングですんで、森七菜ちゃんと森ありささんとね、ちょっと共通点というと、この森っていう一文字名字ですよね。これについて、ご質問いただきましたので、ちょっと読んでみましょうか。一文字名は30過ぎると例数が色濃く影響してくるとのことですが、一文字性もそうなのでしょうか。ね、森さん一文字制ですもんね。また総画が34画だった場合、30歳過ぎると35画の影響が色濃くなるということでしょうか、ということなんですが、結論から言うとですね、まずじゃあ上から順に行きましょうか。そうですね、一文字名っていうのはそうなんですよ。30過ぎると霊数が色濃く影響してくるんですね。まあもちろん30前から影響してくる場合もあります。色濃くっていうことであって全く影響しないっていうことじゃないんですね。どん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 30歳に近づくほど、この霊数プラス1が、どん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 色濃く影響してくるということですね。で、一文字名字もそうなんでしょうかっていうことなんですが、そうなんですよ。はい。で、森さんね、これ気をつけなければいけないのが、名字だけで、一家離散数12画なんですよ、森さんって。だから、やっぱり、その他の箇所に、やっぱり家庭運の悪い数字とか、離婚しやすい数字とか、下一桁2系列とか、0系列とか、4系列とか、そういったのをね、絶対に持たないように、名前を設計しなきゃいけないんです。はい。だから気をつけないといけないですね。一文字姓の場合は、性格と外格なんですが、性格の場合は、まあ、二人に一人か三人に一人ぐらいしか影響しないですってことですね。なので、森ありささん、そして森七菜さん、ぜひね、ご結婚されて、赤ちゃんを授かったら、あ、そっか、赤ちゃん授かった時には、まあもしかしたら名字変わってるかもしれないんだね。はい。そっかそっか。じゃあ、全国の森さん。森さん家でね、赤ちゃん授かった時には、やっぱりね、一文字姓っていうのは、霊数プラス1が影響してしまいますんで、狙いがね、定まりにくいので、ちょっとブレちゃうんですね。だから、上手に設計してあげたいので、ぜひ、森さん、皆さん、スガッティにご相談ください。はい。それではですね、森七菜ちゃんの画数、本題に入ってみましょう。こちらでございます。はい。はい、こちらがですね、森七菜ちゃんのオロナミンCのコマーシャルのね、ポスターですね。数列見てみましょうか。森が12画ですね。で、7は、ほら、1、2、2回しか筆運びませんけども、これは、7のイメージ力がバッチリ宿ってますから、7の字は7画で数えます。これ鉄則ですからね。間違えないようにしてください。そして森七菜ちゃんの菜の字、野菜の菜ですよね。これも14画ですからね。このように姓名判断というのは、旧字体で鑑定しないと全く意味ないですから、気をつけてください。そうしますと、総画が帝王数なんですね。ご覧ください。やっぱりとっても運勢が強いんですね。なおかつ、ほら、殿様数21画まで持ってるんです。だから森七菜ちゃんは、お殿様と帝王と合わせ持った非常に強運の持ち主と言えます。まあ、どんな分野を目指したとしても、頂点を狙えるような、殿様になっちゃうような、帝王になっちゃうような数列なんですね。でも、やっぱりほら、お殿様とか帝王っていうのは、男性の数字なんですね。女性が持ってしまうと、強すぎちゃって、まあ、旦那さんの運勢とかね、ボーイフレンドの運勢とかを下げてしまう、下げマンランキングワースト1位と3位。そんな数字を2つも、5箇所のうち、下げマンのトップと3位の数字を持っちゃってるわけなんですね。それゆえ、このような感じで、まあ、せっかくね、ご結婚されたとしても、こうなっちゃうか、まあ、こうなんないためには男性側がね、逃げて、
離婚するっていうような形におそらくなると思うんですけれども、離婚しないで粘ってるとこういうことになってしまいかねません。なのでこういうことにならないように、お相手男性も強運の持ち主と結婚しましょうね。森の奈々さんね、いい人と出会いましたら必ずスガッティにご相談ください。やっぱり仕事運が強いですね。この15画13画、これアイドル数だったりもしますし、15画は非常に仕事運が強かったりするんですけれども、そしてこのね、芸術芸能に適したこの19画ですね、とても喜怒哀楽が激しいですから、悲しいシーンの撮影しますって言って悲しい感情を作れるし、次は嬉しいシーンの撮影しますって言ったら急に嬉しい感情にスイッチが切り替えられるんですね。そういう感情のアップダウン、まあ、切り替えがとても、まあ、激しいというか、頻繁に切り替えがね、できちゃうというのがこの19画だから女優さんに向いてるんですよね。まあ、心配なのはそうですね、この26、これがまあまだほら19歳なんでしょ。だからお酒のトラブルはね、今のところないとしても、おそらくこの方こういう21とか33とかで、19もこういうね、水商売数ですから、ちょっとね、お酒をまあちょっと浴びるように飲むようなタイプになっちゃうんですね。なのでちょっとそのなんでしょう、ドラマの打ち上げとかね、そういうので飲みすぎちゃって、でこういうことになってしまいかねませんので、気をつけてください。これ悲劇のヒロインの数字なんですね。でこの度その事務所トラブルですよね、まあ対人トラブルでもありますよね、外角ですからね。でまあどういったね、経緯があってこのようなことになってしまったのか知らないですけれども、まあこれは女の子がこの26を持つと、特に対人運ですからね、だからずっと二人三脚でやってきたわけじゃないですか、その事務所とね。やっぱこういったようなことをされてかしてか知らないですけども、まあ女性が持った場合、だいたいこれ裏切られる側の方ですね。男性が26持つと大体裏切る側になりやすいってことですね。必ずしも裏切られる側とは限らないですけどね。はい。まあ、対人運にこういうことがあったんで、やっぱり対人トラブルにもなってしまうんですよね。はい。ところがですね、まあ森奈々ちゃん、ちょっとインターネットで本名を調べてみたんですよ。そしたら、ちょっと、非公開なんですけれども、ちょっと噂の範囲ですが、ちょっと、なんて言うんだろうな、森奈々っていう名前とは違うね、お名前が検索されるんですね。それがこちらです。よっ、よいしょ。はい。小坂奈々っていうのかな、小坂かな、わかんないけど、これが多分ね、出生名なのか、今の本名なのか、どっちかちょっとわかんないんだけど、どうしてこの名前が出てくるかっていうと、まあ、この名前を名乗った経験があったり、もしくは今の本名だったりするのは、まあ、多分間違いないらしいんですけれども、どうしてかっていうと、どうも、お父さんお母さんが離婚されてるらしいんですよね。それで、離婚後、お母様の実家である大分へ行ったんですね。で、おそらくお母様の旧姓を今名乗ってるんだと思うんですよ。だから、小坂か、この、森か、どっちかが出生名で、こっちが出生名の可能性もあるんですよね。非常にほら、これ才能がさ、女優向きでしょ？で、まあ、仕事運も強いしね。で、アイドル数も持ってたりなんかするんで、まあ、こっちが出生名なんじゃないかなっていう気もしますよね。ただ、まあ、こっちもね、小坂奈々も非常に強い数字なんですよ。これも頷けるんですよね。まあ、お名前は7で一緒だから、まあ、お名前はね、殿様そうだから非常に強い数字のままで、なおかつ、双角はご覧ください。超大吉数のね、31画ですよね。これ美人数です。彩色兼備の数字ですよね。だから、こっちも頷けるんですよね。こっちが出生名だとしたらさ、ほら、やっぱりこれ、家族疎遠数があったりするでしょ？だから、お子さんにこのような数字を持たせてしまうと、やっぱり、お父さんお母さんと別れてしまうっていうようなね、人生のシナリオになっちゃうんですよね。だから、名付けた親御さんだってちょっと損じゃないですか。可愛い娘とね、疎遠になっちゃう数字なんですから。だから、もう男の子でも女の子でも、赤ちゃんには絶対にこれ、14は絶対ダメな数字。なおかつ、まあ、こっちもね、もしこっちが出生名なんだったとしたら、ほら、名字、これ12じゃないですか。先ほど森有沙さんのね、質問にも言ったように、これ、影響していませんって一応書いてるけど、影響してるんですよね、これ。
なんでかっていうと、やっぱりこのように非常に離婚率の高いというか、まあ強運のね、数値とあるから、やっぱりこれ、もしね、お父さんが代表ネームとかだったりなんかすると、これお父さんを運勢下げちゃって、そしてこれ、一家離散になっちゃうんですね。だからどっちが出生名でも非常に頷けるんですね。はい。まさに森奈々ちゃんの人生そのものだったりするんです。で、こっちはこっちで、これがタレント数ですからね、17画。とても、器用な数字だったりするんですね。で、美人数じゃないですか。このね、31画は本当にみんな美人になるんですよ。で、特に20歳過ぎると美人になって、このように、なんていうの、けばい感じの美人じゃなくてさ、本当にこのまま、ドスッピンでも可愛いみたいな、女の子になるんですよね、この31画っていうのは。本当に不思議な数字。女の子にはぜひ、名付けてあげたいですよね。ただ、やっぱりこちらも、家庭運がね、このように、殿様数21画ですから、森奈々ちゃんね、結婚相手は、やっぱり、強運の男性を選んであげないと、やっぱり、こういうことになって、家族疎遠数ですね。で、もしかしたら、こうにもなりかねないっていうことなんで、気をつけてください。ひょっとすると、これが目覚めてしまうかもしれませんよね。はい。今日は以上となります。まあ、森奈々ちゃんは、事務所の力じゃなくてね、ご自身のキャラで、やっぱりここまでブレイクできた女優さんなんで、まあ、たとえ、その、事務所をね、離れたとしても、きっとね、うまくいくと思うんですよ。実力があるから、必ずね、生き残れると思いますんでね。まあ、これからも森奈々ちゃんの活躍を応援したいと思います。最後にですね、ぜひチャンネル登録もしておいてください。で、このスガッティチャンネルはですね、皆さんの、まあ、ご質問とか、リクエストとか、そういったご意見とか、そういうので成り立ってる部分もありますんでね。もうチャンネル登録したからには、今日からあなたも、スガッティ門下生ですんで、どんどんね、積極的にご質問とか、リクエストとか、コメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。